日本広島県広島市西菊が岡丘美鈴が、丘団地は、広島県広島市西区の住宅団地。水が丘西、水が丘東、水が丘緑、水が丘南の4丁にまたがって存在している。水が丘西は1丁目から5丁目まであり、郵便番号は731-5114、水が丘東は1丁目から5丁目まであり、 731-5111、ミスズガオカ緑は1丁目から3丁目まであり、731-5113、ミスズガオカ南は1丁目から4丁目まであり、731-5112。当地域の人口は2015年3月末、現在、9978人。広島市中心部から西へ約7から8キロメートル、同市最区の東端に位置する。を鈴が、峰。 鬼ヶ城山などの山々に囲まれており、海抜100メートルから200メートルの間に位置する。団地内は平坦な地形で、小建て住宅が立ち並ぶ。団地中央部の、ミスズガオカ西一丁目交差点を取り囲むように、ミスズモール商店街、フレスタミスズガオカ店、ミスズガオカ公民館、広島銀行ミスズガオ支店、ミスズガオカ郵便局がある。それらの施設の西側に、 三スズガ中央公園がある。さらに、公園の西側の団地西部には、東から順に、広島市立三スズガ小学校、広島市立三スズガ高等学校があり、高等学校の南には、広島市立三スズガ中学校がある。三井不動産中国支店により計画された団地で、ある。開発面積は142.1ヘクタール。 1986年に完成した。広電バスの起点が団地内の三鈴ヶ丘高校にあり、山田団地からのバスも団地内の各バス停に停車する。広島市中心部方面へは、広島バスセンター業、鈴ヶ、峰住宅、商工センター方面へは、アルパー区業、五日市方面には、五日市駅業の便がある。団地の東側に、 広島県道71号広島行き線が走り、古田台には草津沼田道路の古田台で入り口がある。団地の南東の田形には西広島バイパスの田形で入り口がある。団地の西には広島県道290号原田五日市線が走っている。ありがとうございます。